つくば市立中央図書館は、茨城県つくば市あずま2丁目にある、公共図書館である。つくば文化会館アルス内に併設されている。つくば市内には、他に4つの交流センター図書室を設置している。1990年6月9日開館。それまでは1981年2月開設の、図書館情報大学附属図書館が、公開図書室を設置して、 公共図書館としての機能を代行してきた。行政組織としてのつくば市立中央図書館は、かと同等の扱いであり、施設管理、図書の選定、保存、除席広報等を行う管理係と、図書館資料の貸し出し、返却業務、自動車図書館の運行、図書館の各種企画等を行うサービス係の2、係を置く。また、 つくば文化会館アルス2階のアルスホールの管理は中央図書館管理係の業務となっている。いずれも開館時間は9時30分19時である。オンラインで中央図書館と結ばれており図書館利用カードも共通である。貸し出し中の資料について予約サービスを行っている。予約はつくば市立中央図書館の公式ウェブサイトからまたは 館内で行うことができる。電話番号もしくはメールアドレスを登録しておけば、予約した資料が返却された時に連絡を受けられる。予約の上限は10冊。つくば市では、自動車図書館、アルス号として、移動図書館のサービスを、市内48地点で展開している。図書の貸し出しだけでなく、利用者登録や予約もでき、借りた本は、アルス号、中央図書館。 交流センターと書室のいずれかで返却する。自動車図書館の維持管理費は、教育委員会の予算ではなく、市長部局予算である。中央図書館では、毎年春に、絵本紹介講座を開催している。この講座の参加者からの要望で、2015年より、乳幼児向けの、お話会、お話文文を開いている。お話文,文では、絵本の読み聞かせだけでなく、 手遊びやわらべ歌を取り入れるのが特徴で、当初は乳幼児とその母親が参加者の中心であったが、2017年現在は父親や祖父母の参加者も増えている。お話分々の効果かどうかは不明であるが、来館者数の減少傾向に対して、絵本の貸し出し数は増加している。筑波市役所で使っていた運搬ロボット。 サウザーを2018年3月下旬から試験導入している。サウザーは、筑波市内のベンチャー企業が開発したもので、先導車を自動追尾し、最大 120kg のものを運搬可能なロボットである。普段は、一般利用者がいない、時間帯に返却ポストから図書を回収する際などに、活用されている。ありがとうございます。